中島敦史、中島敦史、中島敦史、1909年、明治42年5月5日から1942年、昭和17年12月4日は、日本の小説家。代表作は、三月期、光と風と夢など、遺作の一つに、理料があり、死後出版された全集は毎日出版文化賞を受賞した。三月期は、 新生高等学校の国語教科書に広く掲載されている。第一高等学校、東京帝国大学を卒業し、私立横浜高等女学校教員、パラオナン幼の管理、教科書編集初期を経て、専業作家になるも、持病悪化のため33歳で病没。1909年5月5日に、東京市四役区ンス町59番地にある母の、実家。 岡崎家において生まれる。父の中島旅人は旧正中学校の漢文教員であった。漢学者の祖父中島なでさんは厚紙の幼少時に亡くなっていたものの、口述するようにおじには学者の中島将らがいて、彼らを通して儒学の影響を受けた。聖母の千代は元小学校教師だったが、両親の離婚、再婚、死別により、 二人のママ母と暮らした。父やママ母たちとの折り合いは必ずしも良くなかったという。教師の父の転勤で奈良県の小売山小学校から浜松西小学校へ、さらに朝鮮総督府立慶城達山小学校へと転校する。その後、慶城中学校に入学しており、小学校、中学時代を通して成績は極めて優秀だった。 この達山小学校、慶城中学時代を通して、中島厚氏は合わせて5年半を朝鮮半島で暮らしている。初期の複数作品における植民地時代の朝鮮の描写は、その後に得た朝鮮に関する知識によるところも、切り物の、この頃の朝鮮での経験をベースとしたものであると、される。旧正中学校を4年修了で、第一高等学校に入学する。 第一高等学校入学後、家を出るが、節制六幕縁のため一年休学。図打の発作に悩まされながら、小説を書き始める。1927年、昭和二年、交友会雑誌に、下田の女を発表する。その後も、交友会雑誌に、ある生活、喧嘩、わらび、竹、老人、巡査のいる風景。1923年の一つの、スケッチ。 d 氏7月除系、1を発表する。1930年4月に東京帝国大学文学部国文学科に入学するが未完作品、北方行の準備を除けば、大学時代には文学活動への関与はあまりなく、将棋に興じ、またダンスホールやマージャン屋に入り浸る生活を送っていたという。一方で、長井家風、谷崎潤一郎、正岡規 上田聡氏、森尾外らのほぼ全作品を読むなど読書にも熱中し、短美派の研究と題する卒業論文を書いた。中島厚氏は、当時の就職難に苦しみ、朝日新聞社の入社試験に落ち、また叔父の満州国高級官僚の中島北吉に、就職の圧戦を依頼するなどしていた。結局、1933年4月、祖父の縁で、 横浜高等女学校で教員となる。担当科目は、国語、英語、および後に、これに加えて、歴史、地理であり、週23時間の授業を受け持ったという。女学校教師時代も多趣味な生活を送り、また生徒からも、かなりの人気があった。同年12月には、橋本隆という女性と結婚するが、隆は、大学時代に、 麻雀やャン親で知り合った女性であった。教師時代に多くの作品を執筆しており、特に1934年昭和9年7月、虎狩りを中央公論新人号に応募して、仙外化作10編に入る。しかし、全息の悪化によって中島は教師を続けることが困難となり、1941年昭和16年6月にパラオに出発する。 中島厚は天地療養を兼ねて、パラオコロール町、コロール島のコロールの南町の編集書記に任じられ、現地の教科書作成業務に携わりながら、干渉、ミクロネシア順マキ章を執筆するがたびたび病に侵され、勤務が難しい状態にあった。南洋町で孤立した中島厚だったが、東京美術学校彫刻家出身の肘方、久志公の身とは親しかったという。 これに先立って以前から交流のあった作家、深田久也にいくつかの原稿を託した。11月9日には妻高に向け自分が死んだら深田久也に預けた原稿を他の原稿と一緒にしまっておき、子供たちのいずれかが成人して文学を愛好するようなら渡してほしいとの手紙をしたためている。一方、深田久也は託された4編からなる。 古短の原稿を文学界に推薦し、その中から編集の川上哲太郎が2編、三月期、文字化の掲載を決めた。こうして1942年、昭和17年2月号の文学界に三月期と文字化が、古短と題して掲載される。深田久也は中島敦氏に宛てて、掲載を知らせる手紙を送ったが、同年3月に、 パラオより帰国した中島厚氏が手紙を受け取ったのはパラオから東京に戻った後であった。続けて光と風と夢を文学界5月号に発表し、後者は芥川賞候補となる。しかし、同作品は室生再生と川端康成の二人の選考委員が高く評価したのみで他の選考委員からの指示が得られず落選する。同年中には 7月に第一創作集、光と風と夢、11月に第二創作集、南東丹が出版される。専業作家生活に入るが、持病の期間自然息悪化のため、12月4日の午前6時に、世田谷の岡大院で死去。33歳没。未発表であった、いくつかの作品は、遺作として、没後に発表され、理料は1943年。 昭和18年7月号の文学会に掲載された。理寮という題は深田が、以降に最も無難な題名を選び命名したもので、中島自身はいくつかの題を記したメモを残している。中島家は代々、日本橋新乗物町、現在の東京都中央区日本橋堀戸目町で、籠を製造販売する商家であった。厚氏の祖父、中島慶太郎、号を、 なでやまは、家業を嫌い、漢学者、亀田良瀬の門下となり、良瀬没後はその後継者となった亀田うぐいすだにに、指示した。後に、埼玉県南埼玉郡区基町、元区喜市に、漢学塾、幸い魂教者を開いている。都南先生のモデルとなったおじ、中島氏は、亀田うぐいすだにの下で漢学を学び、私立中等教育機関。 明林館の創設に携わったほか、中国問題に関する著作などを表した。別の叔父、中島章は、前輪書院でモンゴル語、中国語を教授しつつ、中国古代文字の研究を行った人物であった。厚氏は、この章と親しく、将棋を指すために、叔父の章の家に数日間滞在することもあという。他に、中島若之助、中島海蔵、中島妃、 滝などのおじ、おじがおり、みな感覚を収めて、世に出ている。中島家の感覚の経譜は、村山義弘により調査され、京伝、中島厚史科学からの視点、中央講論者、2002年としてまとめている。厚史の父、中島旅とは、なでさんのむつおであり、父や兄の橋や章のもと幸い魂教者で学び、限定試験によって、 漢文化教員の免許を取得した後、兄たちの関わった名林館をはじめ複数の学校で教員を務め、旅人自身は厚氏に漢文を教えておらず、また親子の折り合いは良くなかったものの、厚氏の病没の直前には漢石について、家で話すなど関係が改善していたという。なお、甥い、妹の息子に小説家の折原はじめがいる。中島厚氏は、 漢文古典に対する素養が深く、漢文的な文体を特徴とするとともに、中国古典を下敷きとして、自らの小説を創作した作家であるとされてきた。そのため、知識人、文人的傾向が強く、同じように古典を素材にして、小説を書いた森鴎外、芥川龍之介の流れを組んでいると考えられている。三月期などのように、 中国古典を下敷きにしたものが中島敦氏の作品の代表的なものである。その中でも一般的に技量が最も優れた作品であると考えられている。ただし古典を踏まえて作品を作るという手法が取り入れられ、またその文体が成立したのは古典四編以降のことであると考えられている。それ以前の未完の長編作品。 北方行は現代中国を描いたものであり、また私、小説としての性格を持ったものだった。北方行の執筆を断念した後、中島敦氏は私、小説の手法ではなく、弟子、理行のように、歴史上の人物を通して、人間を描く方法を取るようになっていったのである。中島敦氏は、朝鮮、満州、南洋と多くの日本の外地を訪れており、その経験から、 日本の植民地支配を意識した作品を書いていることも特徴である。ただし、小谷博之によれば、朝鮮については複雑、重層的に描写される一方で、内容の描写は表層的なものに留まっている。小谷によれば、この理由は、朝鮮については様々な知識の中で経験を文脈づけて描写したものであるのに対し、内容については単に経験したことをそのまま表現。 したものに過ぎないという相違があったからであるという。前週、文庫、朗読、中島敦氏は政治に関心を持たなかったとも言われるが、河村湊は、北方行の作品内容から、叔父の中島都内や中島妃、滝地の影響を受けて、現代中国の政治問題に関心があったのではないかと指している。北方行には、長作林爆殺事件後の中国の、 政治構想過程が詳しく綴られていた。また、中学時代には、求心的な総合雑誌、改造を読んでいたために、定額処分を受けそうになった、同級、湯浅活栄を強く擁護したというエピソードも知られている。太平洋戦争については、日本の勝利の知らせには喜びつつも、トラック諸島夏島で、現地民が戦争準備のための過酷な労働に従事させられている。 姿を見て、否定的な考えを持つようになった。文学の戦争協力についても、文学の純粋性を損なうものとして否定的で、あったと思われている。なお、ミクロネシアで触れた、太平洋戦争の影は、弟子、李良などの後期の作品に見られる、人間の生の意味を問う、というテーマに影響を与えているとされる。すでに戦後の国定教科書、中東国語において、 中島厚氏の作品、弟子が講師に関する補助教材として採用されていたと言う。この弟子の教科書採用が、後の三月期の検定教科書での採用のきっかけのの一つになったとされる。さらに、戦後の1948年に中島厚志全集全三巻が、宿間書房から刊行され、翌年の1949年には毎日、 出版文化賞を受賞する。受賞にあたり、先行委員の吉川幸次郎、桑原武雄は、理料、三月期の名を挙げつつ、中島敦氏の文学について、芥川龍之介のあ流であるという、これまでの評価を否定し、その透明性、美しさを高く評価する書評を寄せた。当時の毎日出版文化賞は、容姿不足から来る、良書主義。 悪書追放運動の一環として行われており、同書を受賞することで、中島敦志前州は、両書の代表として社会に受け入れられることになった。そして、この毎日出版文化賞受賞の影響を受けて、翌年の1950年の検定教科書の一つに、三月期が初めて教材として採用されることとなる。1五十一年には別の二社の教科書も三月期を取り入れ、 さらに1952年には実況出版の教科書が、理料の一部を芝1 0と題して収録しており、弟子、理料、三月期の3作品の教科書の掲載数は増加していった。昭和26年度版学習指導要領では、高校生の読書能力を高めるための読書指導の重要性が強調されており、三月期はそのための理想的な教材として受け入れられた。 他方で、中島厚氏の作品は、旧来の儒学思想、漢文の保守的な伝統を引き継ぐものであるとも、見られていた。そのため、民主教育の立場に立つ人々や、国語教育の、新しいあり方を探ろうとしていた、柳田男、時枝元吉らの一部の教科書編者は、教科書採用に肯定的ではなかったという。その後も、三月期は、教科書に掲載され続け、 高校国語教科書において最も多く採録された作品となっており国民教材となった。そして教育現場では三月期を通して生き方を反省するという道徳的な点に指導内容の思う気が置かれるようになりこの点が文学研究者たちの批判を招いている。神奈川近代文学館には 中島家から寄贈された資料による中島敦史文庫が収められており、もう発行されている。また、同館は、没後60年、没後75年、生誕100年、生誕110年には企画展を開催しており、といった観光ものも発行した。なお、文学に親しむ若者が減少していることへの懸念から、漫画作品のようなサブカルチャーとコラボレーションした。 企画が文学館で行われるようになっている。神奈川近代文学館でも2019年の企画展で文豪ストレイドッグスとのコラボレーション企画を実施した。同作にはという主人公が登場しており、この漫画作品の読者が中島の作品も読むようになるケースが見受けられるという。参考文献説も参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。